古の城壁は取り払われた。呪われし一族よ、今こそ復活の時。汚されたこの大地を永遠なる霊魂の力をもって無に返せ。ゲートル、あ、しけ、誰かね君は。私は急いでいるのだがね。虫狼、あ、君が海軍から来た狼君か。米田中将から話は聞いているよ。帝都では大活躍だったようだね。僕が君の上司となる底水のり道だ。これからよろしく頼むよ。せっかく来てもらったのにすまないな。これから会議でね。着任届の話は後でいいかな。それには及ばんよ。これを君にプレゼントしよう。欧州博覧会の特別招待券だ。一日ゆっくりと見学して、欧州は花の都と歌われたこのパリを楽しんできたまえ。その後で大使館に来ればいい。着任届はその時にしよう。アロー、アビアント。これは。
う大丈夫。さあ、もう大丈夫です。神様が奇跡を起こしてくださいましたから。あなたが避けるのが早かったおかげで、この人の怪我も軽くて済んだみたいです。あ、奇跡を起こして怪我を治したことを内緒にしておいてくださいね。はい、どうかしましたか？人に名前を尋ねるときはまず自分の名前を言わなきゃダメですよ。神様も申されています。人に名前を尋ねるときはまずは自分の名前からと。60点あげます。私の名前はエリカ・ポンティ。これでもシスターなんですよ。え？日本の人なんですか？私、ずっと聞きたいことがあったんです。え？時間？まだまだお話ししたいことがあったのに。これで失礼しますね。今度会った時は絶対日本のこと教えてくださいね。聞いてもいいですか？日本の人って頭にちょんまげというものがあるんじゃないんですか？私、このお店のステージで踊ってるんです。ぜひ遊びに来てください。あ、本当に行かなきゃ。神様の奇跡で怪我を治したこと、本当に内緒ですからね。それじゃ、シャノワールでお待ちしてます。
様。今宵もシャノワール自慢のショータイムをお楽しみください。素晴らしいですね。あ？あれはエリカ君だ。やっぱりドジなんだ。ボンソワール、ムッシュサコン。今夜も楽しんでるかい？ボンソワール、マダム・グランマ。今日のエリカさんはいつもより地味だったね。さて、大神君にも紹介しよう。こちらはマダム・グランマ。この店のオーナーだ。で、誰なんだい、この坊や。彼かい。彼は大使館で働くことになった。おや、怖い顔。まあ気にしなさんな。悪いのは口だけなんだからさ。ところで、ムッシュオーナミ、当店のレビューはどうだい？気に入ってもらえたかい？はっきりした物言いだね。結構好きだよ、そういうのは。で、帝国歌劇団って、なんだいそれは？うちみたいなのかい？モギルね。どうにで肩を持つわけだ。ま、機会があったらゆっくりと聞かせてもらうさ。あ、ムッシュオガミ、店の中が見たいんなら秘書のこの二人に聞くといい。それじゃ、私はこれ。パリの夜は長い。せいぜい楽しんでくださいよ。メルレゾンです。メルとお呼びください。営業中なので立ち入りをお断りしている部屋もありますが、他はご自由なさって結構です。ヒューヒュー、ムッシュオガミ、はじめまして。シーカプリスです。それでは失礼いたします。ごゆっくりどうぞ。いやあ、大神君、ご婦人方に大人気だね。皆さん、今日は楽しんでますか？ああ、いつものお約束だよ。こういう時は楽しんでるよって叫ぶんだ。セリフは決まっているから、声の大きさだけを選ぶといいよ。大きな声だと喜んでもらえるね。絶対に返事しないとダメだから、もたもたしてるとその時の気持ちが声になるぞ。よく聞こえません。もっと大きな声。
エリカさんと知り合いかい？学園にいるんじゃないかな。ちょっと行ってくるといいよ。そうだな、30分後にロビーで。それでいいかね。うん、さすがは大神くんだね。すぐに答えるあたり気持ちがいいよ。では見物してきたまえ。僕はここでもう少しゆっくりしていくよ。あ、トゥテラ。
Oh.
この静雄様がパリの街を切るぴょん切るぴょん切りまくるぴょん。おいらは人間どもの楽しそうな声が大嫌いだぴょん。楽しそうにしている人間どもをぴょんぴょんと蹴散らしてやるんだぴょん。キルピョン、ラビット、キルピョン、人間を切るぴょん。うさ。
で、それ、俺のコーヒー。あ、すみません、私頼んできます。エリカ君。はあ、私たらまたやっちゃった。何をしている、エリカ。エリカ、この男は大神一郎さんです。日本からいらしたそうです。日本人か。エリカの知り合いらしいから一応名乗っておいてやる。私はグリシーヌ・ブルーメール、ノルマンディの血を引く誇り高き貴族。このフランスに何をしに来たのだ。観光か。
留学？日本人ごときがこのフランスの文化を学べると思っているのか。頑張る必要はないぞ。理解しようとしても所詮無理なのだからね。ほら、グリシーヌさん例の一件があるでしょ。だから日本のことを。エリカ、余計なことは一切喋るな。大神一郎とパリの街を見るのは構わんが、見苦しいことはするなよ。グリシーヌさんですか？私の先輩みたいな人で、ちょっと怖いところが。エリカ呼んだか。私の名前が聞こえた気がした。なんでもありません。そうか。それとクロワッサンの意味は三日月だ。覚えておけ。なんだ、三日月だったのか。大神さんの嘘つき。ご飯ダメになっちゃいましたね。もう一度頼みましょうか。すみません、注文お願いします。もしかして怒ってます？
今シスターとおっしゃいましたですか。私ルネ・レノと申します。教会で神父をしておりますです。実は今エリカさんというシスターを探しているのです。はい、もしかして張り切っていましたか。そうですか。神よ、お助けください。Thank you.
どうでした？この町結構住みやすいでしょ。雨早く止まないかな。雨を見ると初めて修道院に入った日のことを思い出しちゃって、子供の時から私の周りでは奇跡が起こって、人の病気が治ったり、荒れ地に水を湧き出したり、初めはみんな喜んでくれていたんです。でも続くと町の人は私のことを気に悪がって、それで修道院に入ることに。大神さんも私のことを変だと思いますよね。素晴らしい。ありがとうございます。私もその人たちみたいになれると思います。
かけない顔だな。警察だがちょっと来てもらおうか。警部は仕事熱心だね。この人は怪しくなんかないさ。私のお客さんだからね。ようこそ虫尾神、私のパーティーに来てくれて嬉しいよ。その通りさ、虫。女はいくつもの顔を使い分けるの。ああ、そうそう、紹介しておくわ。このパーティーの警備をしているエビアン警部。いやいや、これは失礼した。パリ市警のエビアンです。はいはい、挨拶はそれまで。メル、シー、ムシをもてなしして。ウィーマガン、ムシオガミ、どうぞこちらに。冷たいものを用意してますから、どうぞどうぞ来てください。ワインでよろしいですか？ミネラルウォーターもありますね。グリシーヌ様とお会いになられていたのですか？グリシーヌ様はノルマンディー公の血を継ぐブルーメール家の姑息女なんですよ。それは君が珍しいからに決まっているからですよ。黄色い東洋の猿がね。ああ、ここはミーたちのような上流階級の人間が集う気品ある社交場ですからね。君のような下品な動物が来る場所ではないのだとあの方は睨んでいるのですよ。これはこれは失礼した。はてさて、サル君、言いたいことはありますか？ました。黄色い猿が今度は赤くなりましたね。グリシーヌ様がこちらに来られるぞ。名門の誉れ高きブルーメール家のご息女ね。どうやら君の存在が疎ましいようだね。目障りなのはキコーラ。今すぐ許せろ。二度と顔を見せるな。ムシオオガミ、貴公も貴公だ。愚弄されてなぜ戦う理由があるのか。己の誇りを傷つけてまで戦わぬ理由が。誇りによって生きるものだということも忘れるな。貴公がそれでも来たるべき戦いに勝利などありえん。うるさいうるさいピョン、騒がしったらありゃしないピョン。地蔵様の目が赤いうちは人間の好きにはさせないピョン。お仕置きしてやるピョン。待て、そこのウサギ。
このシゾウ様に歯向かうバカがいるぴょん。驚いたぴょんね。成敗。それはこっちのセリフだぴょん。このハサミで切り刻んでやるぴょん。グランマから聞いたばかりだが、確かそうとわかれば、ここは一度本部に戻って。三人まとめて、チョッキーとラビット切るぴょん。あのウサギを狙え。で、
してるやつはセヌ川に叩き込むぞ。ほら、さっさとやりやがれ。威勢がいいね、ジャー班長。いつ見ても惚れ惚れするよ。オーナー、出撃準備中は立ち入り禁止って言ってるでしょ。釣れない。今日は花組の隊長さんをお連れしたんだよ。無償神、漁師甲冑の面倒を見てくれるジャン整備班長だよ。ああ、あんたの後部 F のコクピット調整のためにか。おかげで完璧だぜ。早速で悪いけどさ、あんたの自慢の後部 F とくと見せてやっておくれよ。ちょうど整備が終わったとこだ。俺の最高傑作を見せてやるよ。こっちだ、ついてきな。こいつが大将さんの乗る漁師甲冑後部 F だ。俺たちシャノワル整備班と神崎重工の技師たちとの技術の結晶ってわけだ。帝都のムッシュ米田の指示通り、後部 F 用のおたちも用意しといてやったぜ。これがパリ歌劇団花組自慢の機体。気に入ったかい？それとな、こっちに来な。俺の可愛いもう一人の子供も見せてやるよ。ああ、エクレールって名前だ。こいつで隊長さんたちをパリのどこにだって届けてやる。オーナー、敵艦人に動きがありました。作戦司令室にお戻りください。さあ、お仕事の時間だ。ムッシュ、準備はいいね。行くよ。敵は警官隊を制圧、シャンゼリゼ通りを凱旋門方面に進撃中です。さあムッシュ、この状況どう判断する？いい答えだね。大神、あとは任せたよ。はい、いつでも大丈夫です。バシッと行きましょう。このグリシーン、覚悟は常にできている。心配など無用だ。大神さん、出撃命令お願いします。
くらしてるやつはセーヌ川に叩き込むぞ。
悪いウサギさんじゃないはずです。うさーく、ウサギウサギ言うなピヨン、シゾウ様と呼べピヨン。ウサギに名前などいらぬ、貴様の悪事もそこまでだ。まだいるピヨンか、今度もやれピヨン、やつらを潰せピヨン。まだまだ。
Thank you.
してくれる。見かけばっかりで全然弱いではないですか。こらこら、そこのウサギさん、おいたはダメですよ。おいたはこのダニエル様がお仕置きを。パリ過激だ。これで終わりにさ。出てくるピョン。長期中プレリュード。危ない、下がって。なんだ。
話が違うじゃないか。パリ過激団とやら、ミーを守らせてやる、守らせてやるから助けてみろ。大神さん、あの貴族の人が。守らせてやったのに、クズな。お前のせいで手のひらを尻向いたじゃないか。身の程を知れ、この役立たずが。マグ、どういうつもりだ。貴公は日本人。パリに来て間もないというのに、何故パリの人間を。ましてや、自分をあれほどまで愚弄した者に好き放題言われてなぜ怒らぬ。貴公には日本人としての、男としての誇りというものがないのか。何？ならばお前の誇りとやらをズタズタに切り刻むぴよ。了解。
鏡の力を我が手に。クロスバーン。さあ、神さんが私たちパリ歌劇団の隊長さんだったんですね。あ、グリシーヌさん、どうですか？一緒にお話しませんか？遠慮する。私にはすべきことがあるからな。では。冷たく見えても根はいい人なんですよ。それに戦いも強いし、私よりと立派です。大神さん、なんでもありません。あの、きれオオガミさん、この花火が終わったら東京の花組でのお話を私に聞かせてもらえませんか？私、オオガミさんのこともっともっと知りたいです。了解しました、隊長。
こんにちは。マジカルエンジェルココリコの夢のマジックショーが始まるよ。次回桜大戦3、かわいい手品師愛の御旗のもとに。だから僕は笑うんだ。